日頃職場のみんなとコミュニケーションを取ったりすると自然に仕事も楽しくなる。もともと好きな仕事がもっと好きになって業務の効率も上がってより成果も出せると思ってます。レベニューマネージメント部に所属しておりまして、国際線の座席や収入管理を行っております。マーケットの需要動向と競争環境の変化を把握しまして、路線ごとの需要予測を行い、日別便別の需要に連動した適切な座席や計画を立てています。さまざまなニーズを持ったお客様に適切な時期、価格、座席数を販売できる環境を整えるよう日々頑張っています。空港って華やかで楽しそうだなっていうことしか考えてなかったんですね。実際経験させていただいたら本当にもう体力も必要ですし、その華やかな姿の裏にはこういう頑張りだったり強さを持たないとこの仕事って耐えられないなっていうところは正直あったんですね。どこの部署に行っても自分が結構大切にしているのはコミュニケーション、さらに職場の人とコミュニケーションを深めたいなと思いまして、みんなでご飯を行きましょうっていうことで月1回ランチ会をさせていただいております。オフィスではなかなか話せなかったこととか、プライベートのことまで幅広い話題で楽しく話したりしてます。ジョブローテーションを通していろんなことを経験させていただいて、マーケティングって言えばパクみたいな、そういうプロになりたいなっていう夢はあります。ANA Inspiration of Japan